鬼となり、影となり、徳川の使いマンダル、この旗印、掲げるところに服部と会い、清康公の恩義に応え、暗中飛躍の影奉仕。かくいう我は、大事を助ける草の者、伊賀忍将、服部半蔵正成。天皇のしんがりは、家康公の片腕と、味方ヶ原での陣太鼓、長篠での奇襲戦、あまたの戦を指揮する東三河の旗頭、我が名は徳川四天王酒井忠次研さん。本里江戸権武浄土の旗のもと、我が生涯かけたる望みとは天下太平の世、時空を超えて平成のふるさと岡崎の地によみがえる三河武士、我こそ徳川家康、家康はグレート家康公、青い武将隊、より巻いたグレート家康公青い武将隊にござります。改めましてこんにちは。言ったわ、言ったわしが、正しくありがとう、わし言ったじゃないですか。これは400年の時を超えて岡崎市によみがえり、岡崎市の魅力と素晴らしさと三河武士の心を引き込むもの、日の元を世界中の皆々に伝えるため日々おもてなしをしてこれしないでございます。たぶんこちらがいいと思います。こちら日々おもてなしをしておるしないでございます。な、使い切れのランであるまだ現世に慣れておりませんね。大丈夫だ、大丈夫。あ、殿、来ました。申し訳ございません。それでは、どこまで話したか忘れてしまいましたが、我々は岡崎市の岡崎公園にて、毎週土曜、日曜、祝日と午前午後2回に分けて演舞を行っておるわけでございますが、演舞のない平日にも我々武将のいずれかが岡崎公園内にお利用するので、どうした戸崎。しかしちょっとマイクの調子が悪いためゆえ、あ、どうぞ続けてください。見えませんが、みなみな岡崎公園へぜひお立ち寄りくださいますよう心よりお願い申し上げます。殿、完璧でございます。お願い申し上げます。お願い申し上げる。めちゃくちゃじゃないですか。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さてさて、ここからはですね、はい、愛知の、PR ということで、わしらは本日この江戸に参っておる次第でございますので、ここからは宣伝ということに参ろうかと思いまするが、やはり愛知といえば思い浮かべるのは名古屋飯かと思いまする。名古屋ということで、我々岡崎から参っておるので少し悔しいところではござりますが、その名古屋飯、天むすであったり手羽先であったりとござりますが、やはりなんといっても味噌煮込みうどん、味噌煮込みうどん、味噌を使ったものうまいのさようでございます。その味噌といえばやはりこの八丁味噌でございまする。八丁味噌じゃ見えるか、八丁味噌じゃぞ、八丁味噌。この八丁味噌は岡崎の2軒角球さん、そして丸屋さんでのみ作られておる。そして 2夏2冬大変手間をかけて作られておる美味しい味噌でございまするのでね、ぜひ岡崎に来る際はこれも一つの目当てとして来てくださりませ。そしてこの八丁味噌を使って最近新たな岡崎名物が誕生しておるのでございますが、それがなんと家康ラーメンというものでございます。家康ラーメンとは何ぞや半蔵みたいな来てでしょ。皆さんお気にすごい気になっておられるから、家康ラーメンと、うん、八
っていこう、これ張っていこう、張っていこう、張っていこう。家康ラーメンと、うん、ですな、味噌を使ってですね、殿の家臣7名それぞれをイメージしたラーメンを、ラーメン屋さんが作ってくれておる次第にございますが、きっと詳しいか、この家康ラーメン何かおすすめなどございますか。やはり、わしをイメージして作ったラーメンもございまして、わしが踊ったと言われるエビすくい踊りをイメージして作ったラーメンでございまして、スープの上になんと桜エビが乗っておって魚介の良い香りがするラーメンでございます。いいですね、もう魚介だっまあ良い言うならちゃんと言いましょう。ごめん、大丈夫ですか。ですまん、ね、あー、香りだけでもね、想像しただけでも美味しそうなラーメンでございまするが、このラーメン岡崎市内に7店舗ほどいろいろあるんですけれども、これを回っておる間にですね、なんと歴史のある建物がたくさん岡崎市内にはあるのでございまするが、はい、きっと何かご紹介をお願いしてもよろしいですか。観光地はたくさんございまして、徳川家康公の徳川家の五大時代、はい、第十次でございますね。こちらは今川義元と織田家が戦った戦の時に、その時に徳川家康公はその戦に出とったんですけども、なんと今川義元が撃たれてしまいました。その時に次に命を狙われるのは徳川家康だと知った時、この第十次に入れ込んだんでございます。そういうお寺でございまして、そこから徳川家の五大地となり、そして今では徳川将軍の歴代の等身大の位牌も飾ってあり、またそこも、はい、等身大、これぐらいから昔の平均身長、いろいろ、そうですね、当時の身長も見ることができるということでございます。はい、そして徳川家康が大きな戦に行くときには必ず立ち寄ったと言われる伊賀八幡宮というお寺で、伊賀八幡宮、このお寺に必ずお参りすると必ず勝利というジンクスがあって、ぜひよかったらね、岡崎に来た時はぜひそちらの名所も回ってみてはいかがでございましょうか。いいですね、縁起のいいお寺ということでございますな。はい、さてさて、宣伝はこの程度にさせていただきまして、何がある半蔵、何がある、坂井殿、ここからは武将クイズ、よー武将クイズ。なんと皆様我々豪華商品をご用意させていただきました。はい、やはり武将クイズに正解していただきますと、なんと漏れなく漏れなく漏れなく豪華商品を大盤振る舞いさせていただきます。あっしゃ、そのために東京タワーに来ました。さあ、東京タワーありがとうございます。新作契約で歌っておるのに大盤振る舞いよろしい。あ、いいよいいよ、本日はよろしい。はい、かしこまりました。そうでは1問目と1問目参りますか。早速いきますか。まずわしから参りましょう。よしよし、先ほどご紹介いたしました八丁味噌、八丁味噌、八丁味噌の八丁というのは距離を表したものにございまするが、この距離は約何メートルでしょうという問題でございまする。わかるかな、これはな、どうだろうな、まあ、約じゃねえな、4択で参りますぞ。1、800m、 800m、 2、 820m、 820m、 3、 850m、 850m、 4、 870m。 さあどれでしょう、800m か、さあどれでしょう、820、 850、 もしくは870。それではですね、うん、順番に数字を上げていきますので、皆様答えはこれだという数字の時に挙手を願います。それでは我々順番に1からいってまいります。良いですかな、答え決まりましたか。それではまいります。1番だと思う方、1番 800m、 手を上げてください。約 800m、 おらんおらん、はい、ない。それでは2番だと思われる方、挙手願います。 820m でございます。2番はちらほら、はい、はい、それでは参ります。3番だと思われる方、挙手願います。 850m、 850m、 ああ、こちらほらですな、ね、
こだろう。それでは参ります。4番だと思われる方は挙手願います。4番870m でございますが、1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13番が一番多かったですかの、はいはい、うん、では半蔵答えの方を申せ。かしこまりました。答えは4番の 870m でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ちなみにですね、こちらの八丁というのは岡崎城の天守閣から約 800m、 約1丁が大体 109m でございますので、800大体約 70m ということで、そこで味噌が作られたということから八丁味噌という名前が付けられたということでございます。はい、ちなみに今正解したよという方、ちょっと手を挙げ取ってくださいませ。いたします。わしが配ってまいりますか、うん、そうじゃね、パパッと配っちゃおう。では、こちらから大盤振る舞いでございます。こちらじゃ、こちらの方が